めですけども、じゃあ基本はだから中年になっても基礎代謝が落ちるということは科学的には明らかになってないということですね。なので、まあ、目玉1個以下のカロリーオーバー、まあ、それ気づかないぐらいで、あんま空量変わってないよなって思っても、まあ、そういったものが積み重なって20歳の声量より10キロ増えちゃったってなっている。で、連続した高負荷の運動っていうのは、まあ逆にあんまりその死亡率を上げる可能性もある。そうですね、やりすぎではなくてちょっとした日常のカロリー消費の積み重ねっていうのが、キーになってるんじゃないかな。なるほど、ね、それであとは寝る3時間前までに食事をすることで食べることによる消費カロリーを最大、まあ、最大化、まあ、効率的に活用していくということと、腹八分目を意識すると。そうですね、で腹八分目は触れる予防にも効果的であるということです。わかりました。じゃあまとめていただいたので、これでまあちょっと水の代謝がもともと山田先生は有名ですので、そこも簡単に説明していただきながら今後の研究の展望についてもお話しいただければと思います。はい、私たち先ほどの安定同位体を使った国際的なデータベースというのを作っておりまして、それで水の代謝回転量というものを、計算で出しました。で、具体的にじゃあそれは何かと言いますと、体に例えば6割とか水があるということは古くから知られていたんですけれども、1日どれぐらいの水が体の中に入ってどれぐらい出ていくのかっていう割合がですね、実はほとんど分かってなかったんですけれども、それが例えば成人だと体の水の 10%、子どもだと 25% も水が代謝回転するということが分かったのが一つ大きなサイエンスの成果です。でもう一つは、その自分の水の体の代謝回転というものが、予測できる式を構築させていただいたということになります。でこういうスライドに書かれている要因が影響しているんですけれども、具体的には次のスライドに、数字が書いておりまして、この式を用いると自分の水の代謝がどれぐらい行われているのかというのが分かるということで、これはまあなんかホームページとかで、計算すると勝手に自分の水の代謝が出てくるような、サイトとかも公開されているようですよね。でこういったものっていうのと今の話した中年太りとかフレイル認知症っていうのはなんかどういう関係性があるかっていう研究はあるんですか？基本的には非常に限られているんですけれども、最近出た動物の実験だと水の代謝を、落とした動物だと、例えば腸内細菌が破綻するという論文が最新ので出てるんですね。であるいは水というのは体の中で、代謝のベースになる部分ですので、そういったところで水の代謝が十分にないと、体の代謝もうまく起こらない、機能しない可能性があるということも考えられます。でまた高齢者においては水の摂取量が少ないと、繊毛とかが起こって認知症になりやすいんじゃないかということも含めて、いろんな健康状態と関連する可能性があるんじゃないかというのを考えているところです。なのでまだ水の代謝っていうものを前原先生たちが指揮を出しましたけど、そこから出せれる数値と中年太りとかフレイルとか認知症っていうのをこうマスで疫学的に研究しているのはまだまだ世界的にもなされてないので、まあ、これからかなり未知の分野でいろんな面白い発見が出るんじゃないかな。そうですね、具体的になんか研究をなんか大阪でも始めたと聞きました。はい、国立健康栄養研究所は、もともと早稲田、東京の早稲田にあったのが、大阪府の摂津市に移ってきて、まあ、ちょうどまあ1年ちょい経ったところでございますけれども、大阪府摂津市と一緒になって摂津市民で皆様の健康と栄養とウェルビーイングに関する調査を始めたところです。で、郵送調査で1万4000人の回答を得まして、その人たちの追跡を20年間追っかける予定にしています。で若い人 50%、 高齢者 50% の回答を得られてますので、若い世代での水の重要性あるいは高齢者での水の重要性がそれぞれ分かるかなというふうに思ってます。だから山田先生の水の代謝の式っていうのは正直言うとある特定の水飲んで尿を測るってすごい簡便なので、結構マスで調査がしやすいので、そうですね、まあ、調査も行われしやすいというので、はい、していく予定です。いろんなその関係性が今後この1万4000人、これ摂津市が7万人
今日ですから、実はかなりの方が回答して、はい、さらに若い世代も回答してくれているので、そうですね、非常に面白い研究がこれからできたということなんですね、はい、これ非常に楽しみでございました。